泉谷線は神奈川県横浜市旭区の二股川駅と神奈川県藤沢市の湘南台駅を結ぶ相模鉄道の鉄道路線である駅ナンバリングで使われる路線記号は SO。なお、この路線は平塚市までの延伸免許が取得されているが延伸開業のめどは立っていない。もともとはこの路線は神奈川東部方面線計画の一部分を構成する区間であり、 このうち横浜市西部の区間が1970年代に整備されたのが始まりである。それと同時に沿線に大規模なニュータウンを造成することで建設資金の回収を期待した。2013年以降の開発方針として、泉の線沿線地域は豊かな自然環境や未利用地を生かして新しい街の開発を行うモデル地域に指定されている。 食住分離の一端を担うニュータウンアクセス交通に、見られるように朝夕のラッシュ時とそれ以外の時間における、利用客数の変動が激しいという特徴がある。また、建設費償還のため加算運賃が設定されており、相鉄本線と比べてやや高いものになっている。詳細は、相模鉄道運賃を参照のこと。泉谷線は、横浜市西部の丘陵地帯を通過する。 とは言っても地形に沿う形ではなく、掘割、トンネルや高架橋を多用して、極力勾配を緩和している。また、踏切は一つもなく、軌道は5 0ラム以上の重機場で、ロングレールとして付設されており、現在の認可最高速度は時速1 0 0トルだが、時速1 2 0トル運転も可能な施設である。二股川駅を発車した列車は徐々に、 高度を上げながら総鉄本線をまたぐとすぐに分かれていく。トンネルを抜け、東海道新幹線の高架をくぐると、南牧ヶ原駅となる。南牧ヶ原を出るとすぐにトンネルに入る。この区間は当初、掘り割り区間として計画されていたが、周辺の分譲地と一体化した遊歩道や上下水道を同時に整備する目的で、ボックスカルバート式トンネルに変更された経緯がある。 トンネルを抜けると高架橋になりすぐに、緑園都市駅となる。泉谷線の駅名にはいかにもニュータウンを思わせる。駅名が多く、特に東駅周辺は、開発が進んだ地区になっている。緑園都市を出ると、再びトンネルに入る。高架橋でアクア川を越え堀割区間に入ると、弥生台駅である。堀割だが、のり面の傾斜は緩く、ソメイヨシノが植えられており、春には、 桜のトンネルの様相を提出。弥生台を出るとすぐにトンネルに入り、掘割の中の泉の駅となる。ここまでが第一期開業区間である。泉屋を出ると高架橋の連続区間になる。泉川を渡った列車はこの川に沿うように谷沿いを走る。辺りは畑や雑木林が広がっており、右手には丹沢山地、箱根山や天気が良いと大きく富士山が見える。 長午街道を渡るとすぐに、高架駅の泉中央駅に到着する。泉中央を出た列車は、泉川と別れ再び丘陵地帯に入っていく。アーチ橋の一種、ニール仙道瀬橋で環状4号をまたぐと夢が、丘駅である。近くに、横浜市営地下鉄ブルーラインの下井大駅がある。夢が丘を出た列車はこのブルーラインと並走するようになり、境川を渡った直後に、 谷の斜面に突入する。そのままトンネルを走行し続けて、地下駅の湘南台駅となる。泉谷線を走る列車種別は従来は確定だけであったが、1999年2月27日に快速が新設され、さらに2014年4月27日に特急が泉野線内で初めて速達運転する種別として新設された。 2019年11月30日には特急が廃止され、通勤特急、通勤急行が新設された。すなわち、泉の線内で通過運転する種別は、平日朝の通勤特急のみとなり、土休日前列車及び湘南台方面折り、全列車含めたその他の列車は各駅に停車する、携帯に変更されている。ニュータウンを抱える泉屋線は、 横浜中心部や東京都心部への指向性が強いので、ダイヤ構成も本線とのつながりが強く、多くの列車が二股川駅から本線に乗り入れて、横浜駅まで向かうものになっている。なお、本線の山と海老名方面への直通運転は、二股川駅の配線の関係で留置線での折り返しが必要なために、普段は回送列車を除き行われていない。 使用車両は編成量数が10両か8両かということで代別され各形式による限定運用はない。基本的に通勤特急、通勤急行、快速、確定は10両編成で一部が8両編成で運行される。終日にわたって二股川駅において本線と泉谷線の環急接続が行われている。ラッシュ時には本線星川駅で確定が 快速の環球接続及び優等種別の通過待ちが行われている。2021年3月13日外夜改正では日中時間帯の快速が廃止となり、確定が毎時6本のみの運転となる。列車番号は2019年11月30日以降は以下の通りとされている。普通旅客列車とはこの場合、各駅停車のことを表す。 下りが奇数、上りが偶数となっている。それぞれの種別の系統ずつに不満される。回送列車にはそれぞれ回の文字を数字の前につける。列車番号とは別に、先頭車両の右上か左上に二桁の運行番号を表示している。なお、列車番号と運行番号の関連性はない。なおこれは2021年3月13日ダイヤ改正現在のものである。 ただし、一部運用は、泉の船内に乗り入れない運用もある。10の位の数字によって、軍として管理されており、原則として、それぞれの軍で1日ごとに順送りされる。例外として、試運転列車には、運行番号が設定されていない。試運転で表示されている番号は、出場時の検査で使用された番号となる。すべて通勤型車両で運転され、 乗車券のみで乗車できる。なお各種別での内の接続行き先は下りのものである。上りはすべて横浜行きである。本線で運転されている JR 線直通列車と接続、待ち合わせを行う列車は直通特急、直通確定と記す。通勤特急英語表記はコミューターリミテッドエクスプレス。種別色はダイ色。 2019年11月30日ダイヤ改正より新設された種別である。通勤休校英語表記はコミューターエクスプレス。種別色は赤色。2019年11月30日ダイヤ改正より新設された種別である。快速英語表記はラビット。種別色は青色。 泉谷線は開業以後各駅停車だけが運転されていたが1999年3月10日の湘南台駅への延伸開業を目前に控えた2月27日のダイヤ改正において泉の先発の速達列車として海賊が新設された。同年3月9日までの11日間は泉中央駅として運転し泉中央駅湘南台駅間の 新規開業部分は改装扱いで乗務員訓練を行った。1999年の登場当時は朝ラッシュ時と日中時間帯に限り運転されており、日中は12分間隔で運転されていた。2003年ダイヤ改正では10分間隔に増発、2006年のダイヤ改正では確定を混ぜて運転間隔を20分おきに減らす代わりに、 運転時間帯を増やし1日の運転本数をほぼ維持するという水増し的な改正が行われ、夕方、夜間にも設定されるようになった。2012年改正で、西谷駅工事のために朝ラッシュ時の運転が休止された。2014年ダイヤ改正では、日中時間帯が特急に格上げされたが、2015年5月31日ダイヤ改正では一本増発。 および一本格下げの形で復活した。2019年11月30日ダイヤ改正では、新たに本線に下に駅が停車となった。各駅停車英語表記は、ローカル。種別色は黒色、または灰色、および青色。確定は、各駅停車の略称でその名の通り各駅に停車する。種別幕や路線図などでは、確定と表記されることが多いが、駅や、 車内の案内放送などでは各駅停車と放送することが多い。開業当初は日中は20分置きでそのうち半数のみが本線に乗り入れて横浜駅まで達していた。その後何度か増発がなされたものの1999年2月27日に快速が設定されると日中のすべての列車が快速に置き換わり、この時間帯の確定の設定は消滅した。 しかし2006年5月ダイヤ改正では日中の快速が減便されたためその補完として再び設定されて現在に至る2021年3月13日ダイヤ改正時点の運行概要について本線直通系統と泉の線内系統に分けて以下に示す特急英を表記はリミテッドエクスプレス2014年4月27日のダイヤ改正より 新設された種別で、相鉄線内最速の種別である。従来ターミナル駅としてきた横浜駅を経由しない、神奈川東部方面線の建設進捗に伴い、横浜駅の空洞化を避けるために、同駅及びその周辺施設のリニューアルなどとともに、県央地域と横浜駅をより早く結び利用客の逸脱を抑えるという目的で設定されたものであり、以前から計画されていた。 ただし、泉野線内では2019年11月30日のダイヤ改正で廃止され、通勤特急が新設された。急行英語表記はエクスプレス。1986年4月6日、泉野線開業10周年を記念して、横浜駅泉野駅間に急行が、当時の最新鋭だった新7000系によって運転された。その後、 1987年4月12日にも横浜駅泉の駅間に急行が新独占系、緑園都市号によって運転された。平日ダイヤの下記の時間帯において女性専用車が実施される。設定車両は10両編成、8両編成とともに一番湘南台寄りの車両である。平日日中以降及び土休日ダイヤでは女性専用車の設定は行われない。 泉谷線の女性専用車は、本線とともに2005年5月9日に、初めて導入された。導入当初、夜間の設定は、横浜駅を22時以降に発車する下り全列車となっていたが、同年12月5日からは18時開始に、設定時間帯が拡大された。2019年11月30日より、夜間と横浜9時から9時30分までの列車について、 設定を廃止した上で、設定位置が4号車から湘南台寄りの最高尾車両となった。現在、相模鉄道では、相鉄新横浜線を介して、東日本旅客鉄道及び、東急電鉄及び東急線と接続する路線の、内戸地下鉄三田線など、各路線との相互乗り入れ計画が進行している。当初は、泉谷線も乗り入れの計画に含まれていたが、 2019年11月の相鉄 JR 直通線開業時点のダイヤでは、海老名発着の列車と二股川駅で接続となり、直通列車は設定されなかった。クリップ24が交通政策審議会答申第198号で示された、泉谷線の延伸の路線図泉谷線は寄港された当初から運輸政策審議会の答申により、 平塚方面への免許を取得しており、当初の計画では、湘南大駅から、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスを経て、茅ヶ崎市北部を通過し、平塚駅へと向かう予定となっている。しかし、相模線倉見駅に、東海道新幹線の新駅が建設される計画が、持ち上がったことから、経路を変更するか分岐線を設け、途中から寒川町に向かって、 倉見駅まで結ぶ構想が浮上した。また、2004年度には、神奈川県や沿線市長、国土交通省、学識経験者、相模鉄道からなる、泉の線延伸研究会が組織され、倉見駅方面への延伸の可能性について、LRT 導入も含めた検討が3カ年にわたり、進められてきた。2009年には前日の平塚方面への延伸免許が切れることから、 10年間の延長が行われている。2010年6月に神奈川県藤沢市相模鉄道慶応義塾の4社で泉の線延伸の実現に向けた検討会を設置し、2年間にわたる検討の結果、慶応義塾大学省南藤沢キャンパス周辺までの区間について LRT ではなく鉄道による延伸を目指すという方針が選定されている。 2016年4月7日の交通政策審議会にて了承された、東進案では2030年頃までに整備すべき、鉄道24路線の一つに、湘南台駅から寒川町の倉見駅までの延伸が選ばれている。2017年6月8日には、藤沢市より、同市内に設置を予定している二駅の広報地が公表され、伊東洋華道湘南台店前付近の A 駅及び、 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス前の B 駅が示された。ありがとうございます。